マスオ TV です。マジで面白い DVD をご紹介していきたいと思います。で、今日ご紹介するのがこちら、絶対に笑ってはいけない温泉宿一泊二日の旅。はい、これはね、ガキの使いあらへんでのね、名物企画、絶対に笑ってはいけないシリーズの一つなんですが、実はこの企画もう10回もしてるんですよね。それがこんな感じです。はい、皆さんはどの企画が一番好きでしょうか。僕ね、実はこの番組のこの企画がめちゃめちゃ好きで、もう DVD 借りで何回もね、見まくってるんですよ。で、このシリーズの中で特に好きなのがこの温泉宿の旅なんです。はい、実はね、この松本チーム罰ゲーム笑ってはいけない温泉宿の旅は、笑ってはいけないシリーズの原点となるそういう企画だったんです。他のものとは全然違った面白さがあるんで、そこをご紹介していきたいと思います。正直この企画 DVD 紹介とかね、あんまり受け良くないんですよね。でもね、なんか面白いのあるなって思うとね、なんか紹介したくなっちゃうんでね、今日も紹介していきます。ということでね、この第1回目がね、なんで面白いのかっていうポイントがこちら。はい、実はね、この第1回目、罰ゲームが吹き矢だったんです。エロちゃんで説明すると、吹き矢の矢がこの部分だとすると、ヘッて吹いた瞬間にピシッときて、ここにグサッと刺さるわけですよ。で、リアルにね、このお肉のところにね、グサッと刺さるんです。マジ激痛なんで、もう出演者たちはもうね、あ、やべ、出演者たちはね、まあ、こんな感じでもうやばい顔になっちゃうんですね。激痛みたいです、本当に。はい、今みたいな感じで本当に刺さるから、もうガチで過酷すぎる罰ゲームとして有名みたいでした。なんとこの企画終了後に出演者のパンツを見てみると、血だらけだったっていうエピソードもあるらしいです。最近の笑ってはいけないシリーズと違って、ほんと簡単に笑わないんで、出演者が本当にね、笑いをこらえてるんです。あー、これリアルに過酷なんだろうなっていうのがひしひしと伝わってくるんです。あー、人間が笑いをこらえるとこんなにも面白いものなのか、ということをね、本気で痛感させられる、そんな作品です。はい、で、これ緩いんですよ。で、最近の罰ゲームってもう何回も何年もやってるんで、だいたいパターン化されちゃって、どうせこうなんだろうなっていうのが読めるんですけど、1回目はね、全然読めない。で、本当にね、松本とココリコと山崎のね、ゆるゆるトークだったり、なんか修学旅行みたいなノリで、なんかお互い笑わせ合うみたいな、そういうところもね、本当に面白いんですよ。で、今みたいに有名人とかも全然出てこないんで、で、本当にね、ガキツカのマイナーキャラみたいな人だったり、素人さんみたいな人が本当にね、いい味出して、この作品を面白くしてるんです。あー、最近笑ってねえなーって思う方はね、ぜひ TSUTAYA にでも行って借りて、ぜひ見てください。マジでおすすめです。ちなみにこの笑ってはいけないシリーズでは、あの、湯河原とか、ハイスクールとか、そういった結構初期のものが僕は結構好きですね。ということでね、今日はね、僕のね、好きな DVD だったり作品をご紹介していきました。皆さんもね、なんか面白い DVD とかあったらなんか教えてください。はい。ということで、以上、マスオ TV でした。バーイ。